日本東京都品川区東大井東大井は東京都品川区の地名。現行行政地名は東大井1丁目から東大井6丁目。郵便番号は140-0011。勝島運河品川区の南東部に位置する。北辺は東京都道4 2十号サメズ大戦線に接し、これを境に南品川、東品川にそれぞれ接する。東辺は 京浜運河に接し、これを境に、八潮に接する。南東は勝島運河に接し、これを境に、勝島に接する。南辺は立会川に接し、これを境に、南大井に接する。西辺は JR 東海道本線などの線路に接し、これを境に、広町大井にそれぞれ接する。地内中央付近を南北に第一京浜が、 東部を南北に海岸通りが通っている。五丁目内には池上通りが通っている。また、京急本線が第一京浜と並行して走っており、サメズ駅と立会川駅が設置されている。両駅付近には旧東海道が通っている。また、北西端には JR 東日本、東急電鉄大井町駅が設置されている。東部の京浜運河、勝島運河沿いには、 工業用地として倉庫や諸施設などが見られる。北西部の東大井五丁目は大井町駅の東口にあたり、駅前には各種商店やビルなどが多く、大井町駅周辺は品川区でも有数の商業地となっている。その他の地域は主に住宅地となっている。立合川駅前商店街と、 両魔像復元された浜川砲台の大砲江戸時代、現在の品川区立浜川中学校のあたりに土佐藩の下屋敷があった。幕末の1853年にマシューペリー率いるアメリカ艦隊が裏側に来航したため、幕府は土佐藩を含む各地の大名に対して警備命令を出し、当地にも土佐藩管轄の浜川砲台が設置された。 砲台の存在は近年まで明らかではなかったが、2004年、勝島運河付近の宅地造成工事の際に発見された。黒船来工事に、坂本龍馬が土佐藩から沿岸警備の命令を受けて当地に着任していたと伝えられていることから、浜川砲台跡地発見後に龍馬の故郷である、高知県から龍馬の立像が送られ、立合川駅前に設置された。 2015年11月には、浜川砲台の大砲が、葛島運河に近い新浜川公園に、実物大で復元された。江戸時代には、土佐藩の下屋敷の他にも現在の東大井四丁目に、仙台藩と越前沙漠藩の下屋敷が、東大井六丁目に、薩摩藩の加え屋敷があった。仙台藩の下屋敷では、藩士のために、仙台味噌が生産され、 2017年現在も、下屋敷跡の仙台味噌醸造所で生産、販売が行われている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北西端の五丁目北端に、京浜東北線、東急大井町線、臨海線の大井町駅が挙げられる。 北東部の一丁目には、京急本線サメズ駅があり、北端に隣接して、臨海線品川シーサイド駅がある。また、南東端付近の二丁目に、京急本線の立ち合川駅がある。他に、地域東部の一丁目付近では、品川駅からのバス路線の利用もある。品川区総合区民会館、キュリ、アン、2015年3月21日。ありがとうございます。